こんばんは、おみやです。今ですね、深夜1時を回りまして、ちょっとね、お腹が空いて、ラーメン山岡屋さんに来ております。さあ、深夜に光り輝いている山岡屋さんのこの看板、ダメと分かっていても、ついつい入ってしまう37歳死亡ルーティンです。山岡屋さんの店内の匂い、いつになっても慣れませんが、美味しいのでついつい来てしまいます。さあ、プレミアム塩豚骨の中盛り、トッピングに海苔とチャーシュー、そしてライスもつけちゃいました。お好み何かございますか？片目、濃い目、多めで。チャーシューのトッピングはこの15個のチャーシュー5枚で。あ、5枚でお願いします。はい。お願いします。欲望には勝てず、麺固め、油多め、味濃いめで注文してしまいました。これは死亡ルーティンならぬ、本当に死亡ルーティンになってしまいそうです。さあ、そしてやってまいりました。お前一人だけなんだから手を挙げるなと言いたいところです。美しいビジュアルですね。美味しそうですね。匂いは、店内の匂いが苦手なのでごめんなさい。いただきます。さあ、まずスープなんですけれども、いや、何かが浮いてますね。玉ねぎですかね。このスープなんですけれども、甘みとコクがあり、やっぱりね、味濃いめなんでいい感じですね。ただね、油多めなんですけれども、いつも食べてる山岡屋さんのラーメンの油と比べればちょっとね、マイルドな感じがしますね。そしてスープに浮いていた玉ねぎだと思っていたこやつなんですけれども、実は固形の背脂でした。さあ、麺は中太ストレート麺ですね。非常にね、噛み心地のいい麺ですね。ただね、いつものラーメンの麺とは違う感じなんで、やっぱりね、僕としてはいつもの麺の方がいいかなと思っております。さあ、そしてニンニクですね。ニンニクマンになっちゃいますね。あー、幸せですね。天に登っちゃいそうですね。天に登っちゃいけませんね。でも天に登りたいですね。さあ、そしてこの肩ロースのチャーシューをご飯に乗せて、海苔を乗せて、ニンニクを乗せて、そしてスープをかけて、いや、もうこれ深夜にずるいですよ。のりすけさんずるいですよ。それはやっちゃいけませんよ。絡みついてるじゃないですか。おじさん、ごちそうさまです。さあ、そして豆板醤をご飯に乗せて、スープをかけて、そしてまた海苔で巻く。のりすけ、またお前か。いや、本当にご飯との相性抜群ですね。止まんないですね。ずるいです。会計前に寝たふりするのりすけぐらいずるいです。じゃあどうも、ごちそうさまです。卵もね、いい味付けで、ご飯が欲しくなる味付けなんですよ。このね、ラーメンでどんどんね、ご飯がいけちゃいますね。と言っている間に、ご飯にチャーシュー、豆板醤という反則技ですね。しかしですね、次の日特に予定がないので、心置きなくね、ニンニクをぶち込んで、ニンニクマンになって食べられますね。しかしですね、次の日あまりにもニンニクを食べ過ぎたので、おはるさんにこっぴどく怒られました。さあ、ご飯とラーメンとスープも全部食べて完食です。ごちそうさまでした。はい、ということでね、山岡屋さん、いやー、美味しかったですね。また深夜に食べるラーメンは格別ですね。油増し、味濃いめのスープを全部ね、飲み干してしまいました。これからね、そーっと家におはるさんに気づかれないように帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。